フレデリック・アンドレ・ヘンリック・クリスチャンは、王位継承順位第1位のデンマーク王位の、法廷推定相続人で、デンマーク皇太子、モンペザ伯爵。デンマーク女王マルグレーテ2世と、フランス出身のヘンリック王妃の長子。弟に、ヨアキム王子がいる。妻は、オーストラリア出身のメアリー皇太子妃。二男二女の4人の子供がいる。母マルグレーテ王女の腕に抱かれる。 フレデリック王子1992年から2年間、アメリカ合衆国に留学、ハーバード大学で政治学を専攻。その後3ヶ月間ニューヨーク国際連合本部でデンマーク国連大使の下で勤務する。オーフス大学に1年在籍して就学した後、1998年から1999年まで、パリの中仏デンマーク大使館で一等書記官として勤務した。 2009年から国際オリンピック委員会委員を務める。同時2986年よりデンマーク軍に所属。2011年6月14日、東日本大震災で甚大な被害を受けた宮城県東松島市を慰問し、企業からの義援金を送った。子供の健全育成に役立ててほしいとのデンマーク、政府、王室側の意向を受け、市は同日。 東松島市デンマーク友好子供基金を設立した。2019年10月に、妻のメアリー皇太子と訪日し、近城天皇の即位礼正殿の儀に参列した。2000年のシドニーオリンピックの観覧のため、オーストラリアを訪問した際、いとこで、旧ギリシャ王室のニコラオス王子と訪れていたバーで、タスマニア州出身の豪州人女性、メアリー・ドナルドソンと出会う。 その時、彼はフレッドと名乗りメアリーには自分が王子であるとは言わなかった。1時間ほど談笑した頃に他の人に言われるまでメアリーは相手がデンマーク王大使だとは知らなかったという。2004年5月14日、メアリー・ドナルドソンと結婚した。彼女はオーストラリア出身の人物としては初のヨーロッパ王室入りをした女性となった。メアリー皇太子妃との間に 以下の二難二条を設けた。ありがとうございます。